どうもこんにちは、酒井です。笠原です。今日はワンちゃんがかかりやすい病気で本当によく聞く病気なんですけれども、本当はかかると怖い病気5選を紹介していきます。飼い主様からすると病気だと思っていないっていうことも多いみたいで、いろいろ話してみた結果、そのやっと病院に行ってくれて病気っていう診断を受けたっていうようなケースも多いんです。僕らはこうやってペットショップで、いろんなお客様とかいろんなワンちゃん接する機会が多くて、意外とお客様が軽く見てるというか、あんまり気にしてないんだけれども、意外とすごく怖いよっていうような病気ですね。そのあたりを注意喚起も含めて、動画でお伝えできたらなっていう、ペットショップの視点からっていうことですね、お伝えできたらいいなと思ってます、はい。ワンちゃんの健康を守れるのは飼い主様たちだけですから、今日の動画必ず最後までご覧ください。ここには下痢とか嘔吐も含みます。人でも結構ありますよね。僕も結構胃腸炎って、最近あんま少ないけどよくやるんですよ。店長自身があった、ね、僕自身がで胃腸炎ってね、多分、なったことある人分かると思うんですけど、結構しんどいですよね。普通に昔トイレから出れなくなったこと、ありますよ。吐くパターンもあったし、下痢のパターンもあったけど、本当に辛い。で、当然やっぱりワンちゃんでも同じだと思うんで、結局食べれないし、食べれないから栄養入ってこないし、でどんどん体弱っていっちゃうからぐったりしちゃうってことなんですけど、人間だったら点滴とか打てばいいんですけど、ご自宅でワンちゃんなかなか辛いとかって言わないんでね、飼い主様の判断で、病院連れてってもらって、その診察受けてお薬もらうとかしてもらえればいいんですけど、なかなかね、自然治癒だけでっていうのも難しいんでね。で、結構ワンちゃんの場合って嘔吐とかするじゃないですか、普通に。だからなかなか気づいてもらえないっていうこともやっぱりあると思うんですよね。だからそのあたりは飼い主様気をつけてやっていただけたらいいなっていうふうには思いますね。モーニングルーティンの動画でヤクルト飲んでましたから、ヤクルトね、皆様から割と好評いただいたヤクルトコメント意外とね、ヤクルトに突っ込む人が多かったんで、結構面白かった。ワンちゃんでもね、やっぱり腸活っていうのは結構今大事と言われてますので、そういったところもちょっと工夫して食生活取り入れていくといいかもしれないですね。健康を保つ上では胃腸ってすごい大事ですからね。もう大事です、大事です、一番大事って言われてますからね、その腸なんかは特に。目が充血して赤くなるっていうような症状だけのこともあるんですけれども、悪化してくるとね、目が痒くなったりとか、そういうことが起きてきます。人間なんかだと割と目薬さしちゃえばそれでもう痒くない、良くなったっていうこと多いと思うんですけれど、ワンちゃんってあんまりまばたきとかしないと思いませんか？実際しないんですよ、あんまりまばたきを。だから常に目が乾燥しやすい状況、で特にね、目が大きい犬種たちって結構チワワとかね、シーズーとか多いんですけれども、本当に結膜炎になりやすくて、でそして悪化しやすいんですよね。やっぱりね、皆さんもご自宅でワンちゃん見ていて、目が赤いなとか目かいてるなっていうことがあったら、必ずね、早めに相談をしていただけたらいいなっていうふうには思いますね。厄介なイメージがありますね、目の病気って。厄介なんですよ、治んないんですよ、なかなか。で、本当にさっき言ってましたけど、シーズとかは、僕のイメージはやっぱり目の病気すごい多いなと思いますね。多いです、悪化させてしまうとね、もっと大きな病気、白内障だとかそういったものにもつながってくる可能性あるんで、注意してください。多分ね、ご存知の方も多いと思います。もちろん人間でもある病気なんですけれども、8割くらいのワンちゃんが、かかると言われています。皆さん多分ね、あんまり気にしてない人多いですよね。よく3歳以上はもう8割が歯周病と言われてる。ただその割にはそんなに相談されないなっていう感じはします。そうですよね。最近になってちょっと増えて、相談が増えてきたなとは思うんですけど、そこまで重いものとしては考えてらっしゃらない方多いなと思うんです。歯周病は何が怖いんですか？悪くなりますと、歯周病菌がいるわけじゃないですか、口の中に。そいつが悪さして皮膚に穴が開いて、ここの皮膚貫通して直接歯が見えるとか、そういう状態のこともありますし、あとはその口内
がどんどん歯周病菌溶けていくような感じなんだと思うんですけど、うんうんうん、口の中の血管まで到達するとそのばい菌が血管に乗っていってしまって、うん、肺血症かな、うんうんうん、まあ、そういう病気で最悪死に至るっていうケースもあります、うんうん、まあ、歯抜くと血出ますからね、そこに血管があるっていうことですから、はい、そういうことです、その血管からばい菌が乗って全身に巡るっていうことですね、うん、そうです、うん、簡単には考えない方がいいです、うん、まあ、もちろんそこまで悪化させてしまうことは稀だと思うんですけど、うんうん、やっぱりなかなかご自宅でのケアっていうのはこれは大事になってくるんで、うん、歯磨き、うん、もしくはいろんなケアの商品があるんでそういったものを使っていただくとか、うん、まあ、あとはね、歯周病になると口も臭くなるんでね、うんうんうん、まあ、ワンちゃんって舐めてきたりすること多いと思うんですけど、それであれ臭いなって感じたら、うん、まあ、歯周病かもっていうのは疑っていいかもしれません、うんうん、やっぱり歯周病っていうのは非常に怖い病気ですので、ご自宅での注意をしていただけたらいいなというふうに思います、うん、これね、皮膚炎って言ってもいろんな種類あるんですけれど、まあね、本当に毛が剥げちゃったり、まあ、かきすぎて毛が剥げちゃったり、うん、まあ、さっき言ったように出血しちゃうってこともあるし、うん、皮膚がジュクジュクしたりだとか、うん、まあ、あの匂いが出ちゃったりとか、うん、そういうこともやっぱりありますね、うん、まあ、研修によってね、結構出やすい研修とかもあるんですけれど、うん、まあね、これもまたシーズンとかね、シーズン多いんだよね、ちょっと今日はあのシーズン多いですけど、うん、そうなんですよ、まあ、フレンチブルドッグも皮膚も、ね、多いね、うん、多いですよね、悩んでる人、うん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 、うちの子はそういう子だからっていうことで終わりにしないで、やっぱり何らか そのケア改善方法をぜひ探してあげてほしいなっていうふうには思いますね、うん、あと皮膚はなんかね、うん、すぐに治らないっていうイメージはすごいあります、うん、結構長いことを治療を続けて、はいはいはい、かわいそうだけど亡くなるまでずっともう、うん、ありますね、皮膚と、ね、うん、その治療、皮膚の治療をずっと続けてるっていう方が結構今までよく見たんで、うん、そうなんですよね、うん、だから本当に早いことを見つけてあげて、うん、初期の段階で、ね、うん、治療してもらうっていうのはすごい重要かなっていうのは思いますよね、うん、まあ、そうだと思います、うん、原因がわからないっていうこともあるみたいなんですけれども、うん、まあ、わからないで諦めずに、うん、まあ、例えばセカンドオピニオン、まあ、サードオピニオンとか、まあ、いろんな、ね、知識を借りてですね、うん、なんとかして発見してあげれるように、うん、工夫していただけたらいいなっていうふうに思います。先日ね、かかりやすい病気ナンバーワンということで紹介させてもらった、まあ、外耳炎なんですけれど、外耳炎放っとくと中耳炎、内耳炎と、まあ、脳の中の方に炎症が進んでいってしまって、本当に内耳炎まで行ってしまうと命に関わる可能性がある病気です。本当にかかりやすい病気なんですよ。耳嗅いで耳臭いなとか、耳垢すごい出てるなとか、あ、耳嗅いてるなってなったら本当にもう外耳炎かもしれないって思ってもらった方がいいくらいで、10頭2頭どころじゃない話ですね。もっと多い頭数でやっぱりなってしまってますね。お店の子とかで外耳炎っていうのはあんまりないよね。スタッフの犬で、スタッフのワンちゃんって、うん、いないですね。あんまないよね。いないですね。でも気使ってお掃除とかしてあげれば出ないものなのかな。プードルちゃんなんかも全然耳悪いよってならないよね、うん、そうですね、うん、まあ、だからやっぱりね、注意を、まあ、ご自宅でのケアをしてあげれば、耳のケアをしないことによって起こる外耳炎、そういうものはやっぱり防げるんじゃないかなと思いますので、ご自宅でも注意していただきたいですね。今日はかかると本当に怖い病気5選ということで、皆様にお伝えしました。この5つの病気以外でも怖い病気ってたくさんあると思うんですけれども、特によく聞く病気、なりやすい病気っていう意味で今日はご紹介させていただきました。ぜひね、この動画参考に注意してワンちゃんを見ていっていただけたらいいなっていうふうに思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。